ここ新池遺跡は、1200年ほど前の歴史書、日本書紀、第26代天皇とする継体大君の墓と言われる、今城塚古墳の埴輪を作った工場です。この工場が活躍したのは、今から1400年以上も昔のことでした。右側は芯をどんどん燃やして温度を上げている様子、左側は800度から900度の高温を保つため焚き口を半ば塞いだ様子を表しています。崩れ落ちた天井の破片を取り除け、釜の床にある埴輪片を丁寧に掘り出しているところです。埴輪を焼く釜と、作業場、それに埴輪職人たちの住宅まで整った、日本最大の埴輪工場です。古代にはこの地を、摂津国三島郡埴輪王、と呼んでいました。日本書紀に書いてあることが本当に遺跡で確かめられたのは、大変珍しいことです。一つのチームが作業場とかで一つずつを担当します。作業場では焼き方の下に職人と助手合わせて15人ほど、釜では5人ほどが働いていました。大田茶臼山古墳の埴輪作りにはそれが3チーム。今城塚古墳の時はさらに多くのチームが働きました。中には東海や関東地方から研修に来た職人たちもいたようです。一つの作業場には粘土を入れた穴が10から15箇所あり、働いていた職人の数がわかります。
埴輪は古墳に建てられました。一番ポピュラーな円筒埴輪は、供え物を乗せる台から変化したものです。古代の人は円筒に食べ物、円筒に壺を乗せた朝顔型に酒をイメージしたことでしょう。台や酒壺は、初めは王をはふった皇室を囲むだけでしたが、次第に古墳全体を何重にも囲うようになりました。死者を脅かす邪悪なものを酒や食べ物でもてなして追い返すためです。何者も手出しできない聖域を作り出そうとしたのでした。聖域にはやがて、様々な種類の継承埴輪が立つようになりました。王を守る武器や王の住まい、王に仕える人々、動物たち、亡き王の生前の行いや新しい主が誕生する様子を表しているかのようです。古代の人々はこれらの埴輪を見るたびに亡き王を忍び新しい王への忠誠を誓ったに違いありません。古墳は王の墓であるとともに王の権力を示す記念物です。古墳を飾る埴輪はそのために大きな役割を果たしたのでした。